よし。さあ、さあ、さあ、はい。今日もですね、はい、ジュルカのりこくんを迎えしてリアクション動画撮っていきたいと思います。今日見ていく動画、うん、こちらでございます。団長フロムノーボットかけるライムさん過去傷の傷跡。はい。一撃という。めちゃくちゃ好きなんですよ。めっちゃ好き、俺も。俺もすんごい好き。いや、俺の方が好き。いや、俺の方が好き。やる？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 っていう動画です。白と黒で超いい感じ。確かにいい感じ。傷のボーカルのライムさん。はい。めちゃくちゃ、もう死ぬほど歌がうまい。死ぬほどうまいね。死ぬ、本当に死ぬ。本当に。死ぬほどうまい。本当に。とんでもない。うん。実力のボーカリストなんですけど。まあ。キズノライムさんと、あともう一人ゲストのボーカルの方をお迎えして、はい、その二人が、はい、一撃という名のもとに、一発撮りで歌を取るんですよ。一撃でやり合ってるわけですね。やり合ってるわけなんですよ。はい、今回の、そのゲストのアーティストの方がですね、はい、ノーゴットの団長さんです。これはね、見るしかねえじゃん。見るしかない。見るしかねえじゃん。神企画、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。あの一本目から見てます。超ハイトーンボーカリスト。うん。団長さんがですね、はい、この一撃に挑んでいる映像でございます。曲名は傷跡。はい。っていう曲なんですけど、もう、ハイパーハイトーンなんめちゃくちゃ高い。超高いんですよ。うん、まあなんで、まあ見ていくとものすごいボーカルの技術のこのぶつかり合いが見れると思うので、うん、あのぜひ最後まで皆さんと一緒に楽しんでいければなと思っております。って感じで、このチャンネルでは、発声関係のお話、ボイトレ関係のお話とか、今回みたいなリアクション動画とか、はい、アップロードしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いい加減チャンネル登録しろよ。じゃあ本編、はい、行っちゃいますよ。行っちゃいましょう。これすんごい楽しみにしてたのよ。いや、そうなの。さあ、ということでじゃあ、はい、緊張しますね。緊張する。なんか一発撮りなんだよ。いや、そうなの。信じられる。普通2回3回4回5回6回撮るよ。本当に6回7回8回9回10回も撮るかもしれない。撮るよ。いや、普通に撮るんですよ。うん、それで1回でやるって、うん、常軌を逸してるんで。そうだね。もう間違いない。見ていくしかない。いやす。はい。始まりました。始まりましたね。うん、いきなり歌ではないんですよ。最初にちょっとこうね、うん、ゲストの方ともそう、ね、うん、絡みがあるんですけどね。このさ、無音なんだよ。うん、なんか緊張感すごい。いや、そうなんだよ。にやけちゃうな。なんで。いや、本当にありがとうございます。とんでもない。はい、傷ももう4周年か。おめでとう。4周年です。ありがとうございます。これからも白塗り会を牽引してて。そうなんだよね。そうだね。俺は、二人ともね。牽引したあの荷車に乗ってくからさ。うん、乗ってくれるんですか。あ、もう乗せてくれるんじゃなくて、あの後ろで、後ろの荷台でうわーって煽ってっから、それは本当に面白いですよね。めちゃくちゃ面白いですよ。キレキレなんですよ。ね、いや、でも本当呼んでもらえて光栄です。ありがとう。いや、ありがとうございます。うん、こちらこそ始まりそう、うん、精一杯歌わせていただきます、はい、緊張する、緊張する、ますか。オーケー、いい声ですね。もういや、いい声です、ね、うん、2人とも。かっこいい、うん、ね、もうかっこいい、めちゃくちゃかっこいいのよ。かっこいい、いいね、伸びやか、うん、すごい綺麗だね、伸びやか。ごめんなさい、もう早速なんですけど、うん、このタイプが違うのよ。いや、もう違う。二人ともね、うん、ハイトーンやばいんですけど、うん、タイプの違うハイトーンなんですよ。間違いないです。そうなんですよ。あの、ここもね、よく着目して聞いていきたいところですね、うん、これね。ちょっと待って。始まったばっかり。確かに。待って、どこだ今の。F?F ぐらい ?F とか。ちょ、もう一回行こうか。F、F、多分 F かな。F とか。うん。そうだね、F だね。F だよ。飛ばしすぎですよ、早いっすよ。すごいっすね。傷のライムさんでございますけどもね。うん、やばいっす。ツヤツヤ。もうほんとそれ。もう、綺麗だね。綺麗。ツヤツヤ。すごい滑らかに繋がってるから。うん。ほんとになんか、地声。うん。地声です。まあ、ミックスボイスですよ。うん、ミックスボイスですけど、地声です。すごいっすね。めちゃくちゃ地声です。まずこれタイプ。うんうん、そう。これまずライムさんのタイプなんですよ。そうですね。からの。ちょっとミスターね。早くちゃね、滑舌も大変だからね、はい、そして
団長さん、このね、かっこよすぎるんだよな。かっこいい、いい声すぎるんだ。これなんですわ。いや、すげえいい声っす。タイプがね、違うのよ。改めて惚れました。ありがとうございます。惚れました。昔から好きです。俺も昔から、ずっと昔から好きです。恋愛会ですね。そう、恋愛会。じゃあ恋話しよっか。あ、いいね。恋話しよう。ライムさんがさっきの、ちょっとこう、鋭い感じ。うん。鋭いというか、まあ、キラキラした感じっていうんですか。うん。で、団長さんはこう、もっとこうね、深いんだよ。そうだね。深い、なんか、包容力というか。うん。で、特に僕好き、個人的にすごい好きなのが、うん、男女さんのおの母音の発音というか、はい、発声というかが、はい、むず深くて。あー、好きな。でもそれ分かるかもしれない。分かります、うん、これちょっと細かいんですけど、うん、ちょっともう一回聞こう。例えば、次とか、うん。うん。すごい。この辺とかね。音がめちゃくちゃ深いのよ、うん、時折見せるこの団長さんの鬼深ボイスがもう本当に好きで、もう気持ちよすぎるんですよ、うん、ポンって、太いけどポンっていくんですよ、うん、パン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 チュドーンプシュプシュプシュみたいな感じですよね。ないっすか。ないっすか。長いっす。長いっす。ちょっとマジで自分でもわけわからなかったすごく、よくその振り付けできたね。即興で。すごいわ。それが一撃なのがすごい。本当に。そう、この二人のタイプの違いっていうのがここでちょっと早速出てくるようなところですよね。うん、はい。うん。ドッキャー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 、ちょっとすいません。はい。やっ、高すぎ。倍高いわ。サビなんですけど。D シャープですかこれ。あ、そう、そうだね。ですね。やっ。バチクソ高いわ。バチクソ高いんだけど。やばい。だけど、高そうに聞こえないんですよ。いや、ちょっとわかります。楽そうに歌っちゃってっからさ、うん、歌えるのかなって錯覚しちゃうパターンのやつね。そうだね。たまにあるよね。いや、ある、あります。上すぎる人あるあるね。うん。D、こんな D、これやめてよ。D って D シャープ、D シャープみたいな。やばいね。ここは、うん、やばいっすね。そして、何より、こう歌詞が、うん、これポイントで、うん、ボとか、はい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 、ビとか、うん、この濁音ね。うん。濁音難しい。濁音難しい。ほんとむずいっす。し、ビなんか、うん、いいじゃないですか。うん。喉閉まるんですよ。え、いいよって超むずいんだよね。超裏返りやすいんですけど。はいはいはい。関係ないから。いや、それな。すごいな。本当にすごい。もう一回聞きたいよ、うん、これ。いい声。さすがです。深いね。うん。すっごい後ろだよね。うん。確かにすごすぎて、それはもうこれはもうしょうがない、うん、団長さんのこの B がえぐすぎる。でライムさんもさ、やっぱこう突き抜けてるんだよね、うん、弾の大きさが違うというかさ、大砲 VS なんかライフルみたいな、うん、太い団長、うん、こう鋭いライムさん、そうだね、ここの戦いがさ、うん、これでつけられる傷跡だったらいいよね、うん、あー、そうだね、タイトルの通り、うん、止めたくなるからね。ちょっと結構こっちです。うん、そうだ。ちょっと待ってください。あのね、うん、ライムさんのビブラート特殊ですよね。いや、すごい特殊です。なんかね、アホでちょっとかけたりしてるかも。うん、結構口腔でかけたりしてるかもね。テクニックが。うん、そう。振幅の深くて早いのよ。そう。深いの。深いのよ。深いのって本当に難しい。難しいんですよ。発声がめちゃくちゃちゃんとしてないと。うん、できないんで。そうですね。そうなんですよ。恐ろしい。いや、本当に、すごいわ。あの、団長さんもそうなんですけど、うん、恐ろしいですね。神様二人です、ね。いや、もう本当そうですね。
こんな感じね。あー、そうだね。ちょっとニュアンス入れてるね、ガナリとか。ここはちょっと太めに歌ってますよ、ね、ちょっと入れてます、ちょっと入れてますね。これもね、ライムさんよくやるんですけど、出会わなければよくやるんですよ、うんうん、ちょっとこう、ガナって、そう、ガナリ入ってますね、入っていくっていうね、このかっこいいな、かっこいいですよ。随所にあるんですよ、これ、うん、これね、拾い切ったらこれ12時間かかるんで、いや確かに、ね、拾えないんですけど、めちゃくちゃ細かいことやってますよ、これ、うん。今抜いたとこもいいですかね、うん、ピッチが良すぎる高すぎる、うわうわ、ごめんなさい、最高です。いや本当に最高すぎた、ね、止めてばっかり申し訳ないんですけど、あと、まあ、ライムさんの特徴としては、うん、この辺結構よく笑われてるんで、うん、ご説明なんですけど、はい、2個あって、大きく2個あって、はい、ねまず一個が、はい、ちょっとこうフェイクっぽいところとか、うん、伸ばすところとかで、うん、例えば、あー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 っていうフレーズがあったとしたら、うん、まあもっと高いけどね、はい、あるとしたら、あーうわーみたいな。あーはい。あーうわーみたいな。ちょっとこう唇合わせて、うん、単調なあじゃないようにして、ねうん、ちょっとわにして、はいはい、よりこう、さっきのそのビブラートの振幅あったけど、うん、わにして、もうちょっとこうより振幅に足し出してるような、感じにしてたりとか、より深く聞こえる、ね、より深く聞こえるんですよ。もう一回ガッてきたりとかね、はい、っていうのもあるし、でもう一個は例えば僕らはっていう歌詞があったとするじゃないですか、はい、僕らはまあ実際あるんですけど、うん、僕らはの和の部分を例えば、うん、ちょっとこう行を入れて、うん、僕らをう、うんうん、僕らをうとかね、はいはい、あとは潰せばっていう歌詞のところとかをね、はい、潰せばじゃなくて潰せぶとかちょっとうかましたりとかでニュアンス変えたり、うんうんうんしてるんですよ。テクセというか、はいはいはい、結構そのご自身がよく多用されてるテクニックなんでしょうか、うん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 、深いね、抜いてね、ピッチ感やばすぎなんだよな、うん、あ、この辺来るよ、うん、あ、ウォークラウ、うんあう、はいはい、ここダブル、あはいはい、おい寒い、最高最高、あーダブルダブル、やばいなマジで、血なんかこんな太く出ないよ、うわうわうわ、たまんな、たまりませんな、たまりません、一発撮りっていうの忘れます、うん、楽しんじゃってるもん、うん、ね、伸びやかとはこのためにある言葉、口すごい開いてます、そうですね、うん、これはすごいポイントだから、ハイトーンめっちゃポイントですね、間違いない、開けないと無理です、うん、はい、やばい、ここやばすぎ、やばすぎる、団長さんのターンだったね、完全に、かっこかっこ好きなのさ、うん、ライムさんがこうやるのよ、うん、見ていい、見ていい、いいよ、ね、見ていい、あのね、この辺かな、うん、これね、うん、ライムさんが、うん、どうぞ、あーで、これですかっこいい、せーな、やべえ、うん、うわー、うん、仕上げてんな、うまいね、うん、そうだね、デビューブラウトね、うん、あー高すぎ、追い打ちかけてきてますね、ちょっと待って、うわーい、 G5 G5 を一発撮りでやるのはやめてください。それだけはダメ。いや、すごすぎですね。憲法に多分書かれてます。ああ、そうですね。何条か分かんないですけど。法律がね。二人で、しかも一緒にやってるっていうさ。G5 でしょ。
ここの現場の平均音域高すぎです。確かに。この現場の。そうそうですね。エグすぎです。やっぱ、あの、平均男性はやっぱ A とかが限界だ、うん、A とか限界。そのオクターブ。いや、もう G とかですよ。G なんか高いんですから。ね、G の4ですよ。確かに確かに。高いんですから。うん、G の4なんか。うん、5です。オクターブ上です。そう。やばけるけ、うん、うわうわうん、違う、それもすごいんだけど、殺された、間違いない、マジでやられた、いやすごいわ、いや完璧です、いや完璧です、完璧だけが取り柄なもんで、間違いないです間違いないです。本当にやばすぎです。いや本当にどうですか。改めましてありがとうございます。惚れましたーす。付き合ってください。お願いします。なんだろうね。二人とも今声枯れてるもん。うん。絶叫して。枯れてます。枯れてます。枯れてます。普段枯れないのに枯れてます。いや本当に。いやこれはねぜひ皆さんご自身一人でね、うん、ぜひご覧いただきたいんで、URL とかは、概要欄の方に貼ったりとかしてますんで、うん、あとまあ、チャンネル登録、あと高評価、あとコメントもぜひたくさんお待ちしております。コメントちょっと見てますんでね、よろしくお願いいたしますと。今回もありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。